伊予郡正木町にある岡田小学校の放課後児童クラブの建物が新しくなりました。これまでは学校の教室や敷地内のプレハブで1年生から3年生までを受け入れていた岡田小の放課後児童クラブ、利用ニーズの高まりを受けて今年度から4年生以上も対象となり、定員をこれまでの倍となる160人へと増やしました。新しい建物は鉄骨造2階建てで4部屋に区切ることができます。これまでのおよそ3倍の広さになるとのことです。今までと比べてすごく綺麗で立派な建物を建てていただいたので、もう子どもたちと使うのが楽しみです。今度からも1階と2階ということなので、すぐ何かあった時に相談もし合えるのでちょっと安心ですね。ご両親が共働きでちょっと寂しい子もいらっしゃるので、そういった子の心に寄り添ったり、ここはやっぱりお家のようにくつろげるような空間にしていきたいと思っております。報道機関向けに建物が公開されたこの日、入学したばかりの1年生の女の子とその母親にお話を聞くことができました。友達とどんなことしたいなとかある？お絵かき。お絵かきしたい？大きく動き回れるので楽しみなんだろうなと、はい、安心して預けられる。そうですね、はい、安心ですし。新しい建物は6月1日に開所し、放課後児童クラブに登録しているおよそ120人の子どもたちが利用する予定です。